はい、どうも皆さん、こんにちは、吉郎です。本日なんですけども、記念すべきですね、私が、ログインして1年の日になりました。ということで、自チーム A のね、契約書をいただきました。まあね、ここ1年ですね、まあ配信の方をね、させていただいて、配信はね、だいたい10月ぐらいから、配信の方は始めました。だいたい8ヶ月でね、まあ、津田最高打率7割3分5厘、6割安定していくっていうところのね、レベルまで来ました。で、今日はね、どうやってね、僕が打率上げてきたかっていうところとか、前のね、自分の悪かったとことか、修正したところとかをね、以前出してる動画の方を振り返って、解説していければいいかなと思います。はい。まあね、本当に僕がね、びっくりしたのは、3割7分の時点で僕動画出し始めてるんですね。まあ、これね、なんでなんだろうなって、ちょっと全然1年も経ってない前の話なのに、僕結構忘れてて、あ、なんだっけなと思って振り返ってよく考えたら、あ、そうだったなっていうので、なかなかちょっとね、感動というか、深い話になったので、その辺含めて解説しながら振り返っていきたいと思います。はい、それでは実際に振り返っていきましょう。はい、まず1本目ですね。この大変です、大野選手がリアタイで無双していますというね、動画が、まあ、多分一番最初の動画なんですけど、はい、これ音声悪いっすね。はい、でこの時3割7分1厘勝率なんか5割ぐらいですね。まあ、メンツもね、全然揃ってないっていうのもありましたんで、まあ、結構頑張ってた頃ですね。うん、もうマイクの音声悪すぎるやろこれ。でね、平気で舌打ちとかね、結構してたり、暴言吐いたりしてるんで、その辺もね、懐かしいなって感じで見てください。まあ、本当にね、僕のことをこの頃からね、フォローしてくれてるとか登録してくれてる人ってすげえなって思ってて、まあ僕がね、この頃何考えてるかって、別に3割7分1厘という数字に全然固執してなくて、いつか5割超えるだろうというか、なんか超えるまではやろうって思ってて、やっぱその考えって大事だったんだなって本当に僕は思ってます。まあ、この頃って5割いつまでにいけるかみたいな、多分検証とかをしている段階で、本当に5割超えれて当たり前ってこの頃からね、多分思ってました。僕ね、結構ゲームが好きで、ゲーム結構好きで、どんなゲームでもね、絶対に周りの人間とかには絶対負けたくないし、まあ6割っていう人間が存在してるとか、5割っていう結果を出してる人がいるんであれば、同じ人間なんだから僕は絶対いけるって思っちゃう派なんですよ。思っちゃう結構痛いやつなんで、まあ多分そういったことをこの頃から考えてたんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、結構まあ打撃とか、まあボール球にね、多分手を出してる感じなんですけど、まだね、本当にこれボール球打った時カーソルが青くなることって、まあ皆さん多分知らない人もいるかなんだけど、まあ知ってる人多いかなっていうので、この白いカーソルがね、ボール球を打つと青くなるんですけど、そこにこの動画だと全く気づいてないですね。まあそういうレベルでした。はい、ということで次の動画見てみきましょう。次に出したのがこれかな。はい、この時累計150日になってるんで、まあ、ちょうど折り返し地点ぐらいかな。初めて5ヶ月行ってるところですね。でオーダーもなかなか揃ってきてるような段階で、山田哲人選手とかね、松井和夫さんがめっちゃ使いやすいなって思ってたとか、勝率5割4分クリーンですからね。まあ、ただ試合数はとんでもない量やってますね。うん、音質悪すぎ。おー、そうそうそう。で、この時、5割超え始めてきたのかな。はい。まあ、初めて5ヶ月なんで、リアタイ始めて1ヶ月ぐらいか。結局、そんぐらいで5割は超えてたんですね、多分僕。まあ、試合数がね、多分半端じゃない量やってたんで、多分この辺でね、5割打てるようになりました。まあね、課金額っていうのはね、そこそこいってたんじゃないかな。ダルビッシュセレクションとかね、ほんと、4、5万突っ込んで、ダルビッシュさんとか、菅野さん。で、もともとビシエド選手欲しくて引いてたんで、ビシエド選手と、もともと狙ってなかったね、糸井さんなぜか残してて、その糸井さんが強いっていうのをね、すごいみんな言ってたんで、ここで使う感じでしたね。うん、まあタイミングも結構合ってきてるね、この頃。柳田選手もね、これ確かエキサイティングの柳田選手を自チーム確定のところで引いた感じですね。もう今ね、結構リーグについては結構考えるようになったんですけど、この頃なんかもう本当リアタイのことしか考えてなかったですね。まあ、何よりリアタイが楽しかったっていうのはね、やっぱり僕がこれだけやり込めてた理由かなと思います。打てる楽しい、まあ、会社の人に勝てるようになったら嬉しい。じゃあ次の目標いくつだ ?6 割だろうっていうので、どんどん多分ね、目標を変えてやってきてました。今後の流しという概念がないですからね。今の球な、ガン引っ張りしてるもんな。
はい、まあそんな感じでですね、打率5割をこの時点で超えました。はい、もう一個が、お、この頃オープニングはもう今のやつになっている。この動画は、11月13日に出してる、全員ベテラン打線でリアタイ行ってみたってやつですね。うん。で、この頃大会のね、分析したりとかね、結構リアタイについて本当に考えすぎて、大会の振り返りとか勝手にしてましたね。で、多分こういうね、なんか、オール30代打線とか、こう、結構ふざけたこともできるようになってきてるんですね、こいつ。多分。はい。打率出てくんのかな？確かね、この頃さっき見たら、5割7分8厘ぐらいだったんで、この頃にはね、多分6割近くいってたんだと思います。いや、本当にツーシーム捉えれるようになってるし、ね、あ、これ2020年の12月ですね。12月なんで、結構、まあ、もうやり込んでる。もう結果出し始めて安定している頃だと思います。うん、ということで、まあね、解説なしでちょっとしばらく打撃の方見ていただいて、おーきー、糸井さんマジで打つ、ありがとうございます。一気に同点追いついていく、逆転しておきたい金子千尋さんの、あっ、走れ走れ走れ、 OKOK、 大きいじゃない、まあしょうがない。あのコースにね、このギリギリのスライド投げる人は素晴らしく強いですね。おお、前田さん行こうか、次は。次が4球目。ノリさん。いや、早いか。オッケー、ありがとうございます。さあ、佐村さん。まあこれはね、ホームランちょっとさせていただきます。ありがとうございます。さあ、グラシアル選手、35歳の力見せていきたい。さあ、3球目は何か。え、嘘でしょ、入ってた。まあね、エンディング入りたいと思うんですけど、まあ僕がね、これ本当やろうと思って昔の動画振り返っていった時に、本当に僕が思ったことって、まあ、この頃何考えてるって、いつか6割は絶対にいけるって思ってたし、いけるじゃなくてもう行くもんだと思って多分やってました。俺にはできるって本当に僕って自意識過剰すぎて、僕にできないことはないって正直思ってます。はい、これってね、痛いんじゃなくて結構大切な考え方かなって僕は思ってて、今はねっていう考え方、なんかマイナスなこと考えそうになった時に、今はねって最初につけるのって僕癖にしてるというか大事にしてて、まあまだこのピッチャー苦手だな、今はねとか、最高打率まだ5割ちょっと超えたぐらいか、今はねってね、僕は絶対にそういう風に考えるようにしてます。で、多分それをこの頃からできてました。いつか6割絶対に行く、じゃあそのためには何が必要、今俺には何ができてない、で、できてる人たちってどんなことができてるの、俺に足りないものってなんだろうって、本当にいろんな YouTube 配信してる人とか見に行って解説ねしてくれてたり、実際にもう打ちながらね、こんな感じで今のこんな感じのミスでしたっていうのを言ってたので、そしたらね、僕がじゃあ今度はその立場になろうっていうので、まあそういう経験がねあったからこそ、僕がねより分かりやすく皆さんにね伝えられてるんじゃないかなっていう、そういう他の人を見て研究したっていうね過去があっての、まあ今のね僕がいるんじゃないかなと思います。はい、本当にね大事なのって、まあ今の状況を確実にしっかり理解した上で何が足りないっていうところですね。で、絶対に目標があるんだよ、あれば本当に今3割の人は4割絶対行く、もう行くまで考え続ける、もう思考を止めないことですね。よくあるのは本当にゲームのルールのせいにしちゃう、俺なんかダメだよって絶対に思っちゃダメですね。僕は本当に自意識過剰とかナルシストなところあるんで、正直絶対できるって思い続けるっていうことが僕は多分できてたんだなと思います、この動画今回振り返って。で、皆さんも絶対にできるって信じないと、そっから話は始まりません。はい、で、もう他の人のね、僕の YouTube でもいいです、僕が出してる知恵とか、まあ打撃理論っていうのを取り入れて、で、それをまた自分の中で噛み砕く、本当にね、僕が配球とか特にそうなんですけど、配球術を教えました。でもそのまんま真似しても絶対多分僕と同じ結果にはならないんですよね。自分の中に取り入れて、自分としてはさらにこうした方がいいんじゃないか、ああ、じゃあこれダメだったらじゃあこうするかっていう、やっぱりそのね繰り返しっていうのが大事なんですね。これ本当に他の、猛者の人とかと話してて、本当にそうだよねっていう話してました。
なのでやっぱり、まあ、自分に自信を持つというか自分を信じることですね。で今の状況が悪いんであれば、今はそうだしょうがない、だからこうしようっていう風にね、目標設定をどんどんしていって超えていって、6割到達とか7割到達とか何十連勝到達っていうことをね、できるようになるんじゃないかなって僕は思っております。まあ、今回ね、1年ログイン1年記念ということで節目を迎えましたので、まあ、こんな感じのね話を、していきました。まとめるとですね、やっぱりまあ僕に足りてたところってやっぱ自分を信じてたところというか、いつか超えてやるっていうことをね、考えていたからこそ、原因分析と改善っていうところがスピーディーに多分できていたと思います。まあ、あとは本当に僕の動画でも他の人の動画でも、どんどん見に行って、その人の理論を聞いて、それを取り入れてさらに自分の中で噛み砕いて自分のものにしてしまうというところですね。この2点がねやっぱり今後も大事かなと思います。まあ、本当にね人生にも通ずるようなところにもなりますんで、そういったところですね、見つめ直してみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画、ためになりましたら高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。